よっ、よっ、はい、はい、はい、よかったよね。めちゃくちゃ良かったです。良かったです、はい、なんか、はい、で、相変わらず、一番最初のオープンネットワーキングはお題がしくじりということで、うん、結構面白かった。しくじりの何話した？僕はあの、移動で、そうだよ、そうだよ、一緒にいたじゃん、同じ、そうです、そうですよ、BOD、めっちゃ直近の、はい、皆さん BOD を経て、そうです、まあ、こうマインドセットされての一発目っていう、そうだ、今回だったんですけど、僕だけあのセットされてるなっていうの反省から逆にセットしたじゃん、はい、このお題は僕のためにその可能性あるよね。可能性あるんである、はい、あれいうことあれさ、はい、あ、やっちゃったって後にさ、はい、結構ほらあの個別メッセージも来てたでしょ。めちゃくちゃ来ました。でそれも焦ったんだけど、はいはい、あの盛り上がりましたねみたいなさ、はいはい、よかったねみたいなのを見た時にさ、はいはい、ちょっとどんな気持ち、あのちゃんと見れなかったです。あのそれこそリーダーチームにも、うんうん、あの今回分け合って追加されてたんですよ、うんうん、あのいいチームの、あ、そうなんだ、ね、はい、そこでの段取りとか、うんうん、たくみさんのこと誰かフォローできてますメッセージも飛び交いながらもう見れなかったですね流しちゃいました。ちょっとそんな反省から始まりました。そうっすね、そうだ、はい、オープン、はい、お題がしくじりだったんで、しくじりでした。しくじりたてほやほやの、はい、僕たちは一生グッド&ニューです。でもそれはそれでね、グッド&ニューは、そうですね、いいね、グッド&ニュー素晴らしいですね、うん、グッドじゃないけどニューな、そうですね、ニューですね、はい、ニュー。僕はね、若手の時の話ですごい昔のしくじりだったんだけど、あの先輩と同行してて、先輩のその最初の相談入る前の話がすごく長くて、お客さんの心をつかむのすごい上手な先輩で、女性とお皿の話で盛り上がってマイセンとかの隣で寝ちゃった同行してですね、同行でこう並んでて起きたらもう商談が終わってて、あ、佐藤が起きましたねっていうしくじりだったんです。はい、しくじりですね。しくじりでしたね。はい、でも、あの、たくみさんのしくじりがもう100枚上手ついてる。いえ、そうだな。ニューすぎて。あ、やってみたら、でも、ビシビシ。あ、そうですね。もう、夕方まで連絡取らないで。堀川さんに詰められちゃうんですか、やめです。気づいてるんですよ。あの、午後1ぐらいでも、あの、気づいてるんですよ、うんうん。やらかしたこと。やっちゃったと。もうスマホ開けない、スマホ開けない、怖くて着信無重とか、はい、じゃあ僕は作ると思うからいやそれね、あるね、はい、あとは何でしょう、振り返りは、ここで面白くなっちゃったな、はい、あ、ネットワーキング学習コーナー、あ、そうですね、これはね、はい、イージーウェイ、ハードウェイということで、うん、楽な道を選んじゃダメですよねっていう、そうですよね、ネットワーキング学習コーナー毎回すごく凝ってるよね。めちゃくちゃすごいです。めっちゃいい学びだよね。次はそうです。あ、そうなんだ、はい、そっか、そう、加納さんのね、ネットワーキング学習、まあイージーウェイ、ハードウェイでやっぱり楽な道は選んじゃダメよねっていう話でした。うんうん、ね、はい、とても良かったです。あとは、トノオカさんの、トノオカプレジデント、お誕生日が今回は誰でしたっけ、フランソワ一世とか、ね、フランちゃんです、500年ぐらい前、はい、最近も苦笑とか失笑も出ないキャリア、そうですね、はい、シーンと、シーンとしていますけども、ただなんだっけ、あれだよね、サッカーの、はい、長友だっけ、ブラボー長友、そう、ブラボー長友の誕生日、誕生日ね、はい、そしてネットワーキングリーダーね、はい、発表で、はい、リファーラルと産休金額がトノオカさんでした、はい、素晴らしい、素晴らしい、さすがですよ、ほんとすごいね、さすがです。で、ワントゥーワンがヒロさん30件月に1日1回やってますからねすごい、ヒロさんすごい、そうだね、本当にすごいですね、うん、1日1回ワントゥーワンすごいですよ、うん、F8 のワントゥーワンもそんなにやってないんじゃないかっていう気がしますけどね30回はやんないよね
みんな合わせてるんですよ。そうですよね、うん、そしてなんと親友ポイントが匠さん、はい、33です。おすごい。すごいよね。まあ、トレーニングっていう、トレーニングですね。まとめてぶつかるのが1位でした。あ、本当ですか。おめでとうございます。学びが、あなたはポッドキャストですか。死ぬほど聞いてるんで。あ、すごいですね。ポッドキャスト1日2話聞かないと殺されちゃうって、はいはい、ちょっと殺されるとやめてください。じゃあ、EGA、ハードウェイの話も。あ、絶対聞いてるよ、ね。ご存知ですか。聞いてますか。85回、120、152回。うんうん、はい、はい。水は低きに流れ、人は安きに流れる。確かに。それじゃないですか。はい、それなんですか。これ全部あの感想です。まとめてるんです。どういうこと。送ってるんですか。感想文をどこに書いてるの。ノート。メモ帳に書いて、これをあのコピーベースして、おー、それはいいね、でも。自分でも振り返りになるよね。そうですね、うん。あ、この日これ聞いたよな、みたいな。はい、すごいな。これがですね、うん、めちゃめちゃ裏技で、めちゃめちゃ助かってるんです。裏技、侵入ポイントだけはすごい。ああ、そうですね。なるほど。すごいし。で、あとは、あれですね。まあ、みんなの、はい、なんでウィークリープレゼンテーションじゃなくて、ウィークリープレゼンテーションでいいのか、はい、30秒のプレゼンテーション、はい、そう、僕的には一番面白かったのは、エニコさんが、はい、インド人系エニコさんになってください、インドに進出したいっていう話で、そうですよね、面白って思ったんだけど、はい、その後あ、ブレイクアウトルームで聞いたら、真面目な話、当たり前なんだけど、うん、真面目な話で、僕インド人のお客さんいらっしゃるんですよ。そうなんですね、うん、ちょっとね、連絡してみますなんていう風に。フィリピンとインドって近いですか。遠いな、遠いですか、うん、全然ダメだ。日本とフィリピンの方が近いの、うん、インドおっしゃってますよね。うん、おっしゃってました。あとね、ゆうこさんの病は家からっていう、うん、風水は全然俺わからないけど、はい、やっぱり家が綺麗だと気分も上がるとかもあるよね。ありますね。あ、今掃除やってるんでしょ、2人。めちゃめちゃ綺麗ですよ、僕っち。毎日やってるんでしょっけ。いや、トイレ掃除毎日で、掃除機3日1回、うん、あ、いいね、素晴らしいですね。それいいよね。僕は週1ですね。うんうんうん、まあ、週1だと普通に週1です、普通にだいたい週1だから週1を徹底するという徹底、はい、だから、もしあの目黒に早く来る際は言っていただければ、はい、20分で作って、はい、すごい。あ、そうですよね。そうだね。泊まりましょうと。泊まりましょう。まあ、店員一人なんで。俺が泊まるところはないあの、本当に店員一人だから。家の構造上。見てみたい。うん、見たい。確かに。はい。まあ、それがね、面白い、うん。あとは、まあね、あの、田中先生が草津から参加したという。そうですね、なんか。ちょっと悪いですよ。すごいよね、みんなね。素晴らしいですね。俺もだって、沖縄行った時、ワンフォールの時もさ、ミーティング出てたし、家族旅行で鬼怒川泊まった時も朝 BNI のミーティング出てるからね。すごい。まあでもリモートだからできるっていうことですね。そうですね。これはこれで良さだよね。で、このビジターの倉重さんが、はい、パーソナルカラーコーディネーターだっけ、まあ、パーソナルコーディネーターみたいな。結婚相談所ですか。そう、はい、で結婚相談所されてて、ね、結婚相談所で要するに見た目を変えて結婚したい独身者とつながりたいっていう話だったんで、そうですね、もう指子田先生がまず第一に思い浮かびまして、はい、真っ先に思い浮かびました見えないところで、はい、です僕、大日向さんっていうあの結婚相談所でしたね、はいはい、相談されてるんですか。いや、違う違う、あ、これからこれからです。まあ、じゃあ、お稼ぎいただいてはい、でもすごいなんか、本当にね、時間ぴったりで分かりやすい、落ち着いた、そうですね、説明というか自己紹介、はい、まあ、すごいなっていう感じですね。分かりやすい。ぜひね、リブラウンズでね、はい、一緒にやっていただきたいなっていう感じでした。ですね、うん、いないもんね。いないです、うん、しかも僕はあのその、なんていうんですかね、活動されてる場所がだいぶご縁がある、うん、ああ、そうなんだ。コンタクトサークルに、足立区です。コンタクトサークルになり得るってことですね。コンタクトサークルにもなり得ます、うん、はい、
いいですね。そう、それこそ独身の知人とか、うん、あの足立区界隈がたくさんいるんで、うん、今度ちょっと終わってはするんですけど、はいはいはい、もうなんか、ね、いい感じの、ね、ぜひぜひ、ありえるそうですね。はい、めちゃめちゃ広がりますね。めちゃくちゃ、あの僕がもともと住んでた、あの今の妻と一緒に初めて住み始めた家が、うん、あの方の会社から徒歩1分ぐらい、うん、もう本当に同じエリア、同じエリアです、本当に、はい、あそれもじゃあ増えんだよね、はい、なので最初のこう、うん、グリーティングルームそんな話で盛り上がったので、うんうん、まあ、ああいった感想いただけたら、うん、やっぱりなんか親近感ってね、すごいその共通点があるとね、めちゃくちゃそうですね、グッと近まるもんね、アイスブレイクってみるのもしたかった、ウィークリープレゼンテーションの中では、あ、推薦状だね、うん、そう、あの損害保険の宮本さんからね、はいはい、与謝の平野さんに奥様をね、与謝パークへっていうのは、あ、その発想はなかったなと思って、これなんかちょっとすごい自分でヒントになったなっていう、うち奥さんね、ポカポカなのよ、女性って冷え性って多くない？多いです、多いです、末端冷え性とか、ちなみにそのね、36度7分とかの平熱が、あったかいですね、あったかいな、あったかくって、うん、冷えでは困ってなさそうなんだけど、まあなんかね、平野さん、ゆかりさんだけじゃなくて、はい、そういうの、あ、奥さんも連れてくるところなっていう気がした、うん、素敵ですよね、ね、面白いなと思って、まあ、宮本さんのね、推薦状めちゃめちゃ良かったです、めちゃくちゃ良かったです、なんでインターナさんなんだっていうね、宮本さんが上がっちゃう、はい、はい、で、なんといってもメインプレゼンテーションが、メインプレゼンテーションが鈴木さんでした、鈴木さんでしょ、うん、はい、これはね、なんかね、あの面白いデータというか勉強になってる、なりました、うん、世界の自然災害の2割が日本で起きてるんだって、それすごくない？すごいです、え、こんな広くて自然災害、この日本で 20%、 5つに1つは日本で起きてるんだみたいな、そっか、それ確かにさ、自然災害多いよね、めちゃくちゃ多いですね、どの辺までカウントしてるかわかんないけど、台風とか最近やばいね、とはいえ 20% みたいな、うん、ねえ、びっくりしました、こんなちっちゃいの、そうだよね、うん、確かに、だ、世界、日本って安全とか言うけど、自然災害は地震とかね、台風とかは海外の人にずっと多いんだろうね、うん、全然関係ないかもしれないですけど、うん、カテゴリーなんですか、なんだっけ、防災アプリ、地域防災応援アプリ、アップタウン、あー、僕もやってるやつか、うん、何ですか、やってるやつか、あれ本当に普段は使わないだろうけど、なんかの時にはね、うん、本当ですか、そうで、メインプレゼンテーションをクイズ形式にしてくれてて、ね、チャットにこう回答を入れるみたいな、で、なんか津波は1メートルぐらいでも危険はあるでしょうかとか、そういう話でね、なんか膝ぐらいでなんかもう流されちゃうんだ、もう大人でも全然耐えられないっていう、うん、恐ろしいですよね、だから俺たち本当に地元に住んでれば津波一切関係ないんだよ、関係ない、小惑星でも落ちない限りは津波なんか来ないんだけどどこに話しますか、あ、だからメインプレゼンテーション、ね、はい、すごい良かったです、なんかね、被災後12時間は自力で乗り切らないと助けが来るのは早くてもそこからって言ってたよね、言ってましたね、消防とか自衛隊とか、うん、そういう人たちも、だから12時間は自力で乗り切れるような備えをしておきましょうみたいな、うん、そういうことですよね、大事だっけよね、うん、難しいよね、難しいです、半日乗り切るってこういう状態で半日でもしんどいけどさ、はい、挟まれてとかさ動けないとかね、大変ですよね、準備しないとですね、この間ルドーさんが言ってた、中田さんがさ、あの話してくれた笛を置いとこうとか、あと靴だっけ、ガラスがねバリバリ割れちゃうと靴がないととかっていう、ああいうのは備えをしておくといいのかもしれない、
確かにそうですね。必要ですね。じゃあ、タマロンが氾濫すると死ぬんで。そうなんですか。だもん、ね、歩いて5分のときに多摩川が綺麗だよ、で、そう、一番は俺思ったのが、これは指方君にも聞いたことなんだけど、そう、倉重さんとかにどんな人を紹介できるだろうって言ったって、はい、まあ、一番は指方さんです。それ置いてそこの相談も、そう、はい、そういうのもね、はい、せっかくだからっていうことで、なので、さっき話したように今回はそういうカラーパーソナルコーディネーターで結婚相談所をされている足立区の倉重さんですということなんですけど、高原さんがスポンサー。そうですね、うん、どうだろうね、どんな人をつなげられたらいいか、まあ本当に直球でね、あの結婚を考えている人ですから。そうですね、金の卵。直球で結婚考えてる人、うん、あの彼女いない人のことですね。そうです、そうだね、うん、彼女が、まあ、彼氏。あ、僕しかいないな。はい、僕と岡山で行ってきましょう。結構その、うん、個人的にこう、なんていうんですかね、うん、小規模で、うん、まあこの合コンっていうんですか、表現が正しいと思いますけど、そういったのもしてるみたいです、上野とか、そうなんですよ、上野とか、それこそ足立区、北千住とかでしてるみたいなんで、まあ、僕のこのマーケットの大半はそっちの方なんで、非常にこう相性にも、そうだね、そういったことさっきも言えます。俺はもうちょっと年齢的にも自分の近い友人とかはあんまり、これから結婚するために見た目を整えるとかじゃないかなって感じなんだけど、たくみさんは、そうですね、ちょっと、今回は、じゃあ、本社かな、たくみさんは、お役に立てそうです。立てそうです。はい。で、ちなみに、デュライズはこんな感じですけども、ね、ジュライズで、どうでした？今週はですね、はい、ビジターさんは、落ちちゃった。ペルソナクリエイターっていう、あ、中田さん、そうです、はい、ゆうたろうさんでしょ。あれ、同じ人ですか。うん、同じ人だと思う。あ、一度なんかいらっしゃいました、ね、うん、いらっしゃいました。あの12個の質問から1時間のセッションで、うん、みたいな方ですがいらっしゃいました。それは誰が読んだんだ、うん、ちょっと、あ、俺ね、中田さんにペルソナクリエイターやっていただいたけど、俺はすごく良かったよ。へえ。うん、12個の質問から、うん、何か導き出すの、自分が本当に理想とする見込み客っていうのかな、みんな、はいはい、こういう人を紹介してもらえたら一番嬉しいですっていうのが、ちょっと漠然としてるじゃん、はい、でそれすごく絞り込んだ方が、まあ、紹介いただきやすいし、リファーラルもそうだよねっていう。結構良かったですね、うんうん、ペルソナ方さんですよね。あれ、ペルソナ方さんって言ってませんでしたっけ。あ、そうなんだ、わかんないけど。ゆうたろさん、ぜひ一回話聞いてみるといい。田中さんどちらかというとこう自分を知るっていう感じですもんね。あ、自分のフレームを知る。だから、うん、だからそのペルソナとかだと BNI 向きな気がすごいしますよね、うん、そうだよね、あのどういった形でこう、うん、発信していくのか、うんうん、でもゆうたろさん前ね、BNI もやってたんじゃない。やってたって言ってました。そうですね。じゃあ誰から紹介されたんだよ。今ね、ゆうたろさんはニーズマッチの支部も立ち上げてて、流山から、そう。だからニーズマッチも面白いかもしれないけどね。うん。がいらっしゃいました、うん、今回。ゆうたろさんだけ？だけです。あ、そうなんだね。うん、俺はゆうたろさんも話聞いてみて、あのすごい良かったし、だその後、かっこいい大人の会とかもゆうたろさんが、まあ、幹事なのかな、でそこも参加させてもらったりしてて、 それを船橋でやってるから、へー、なんとなく船橋人脈みたいな、増えるきっかけになるかな。いいですね、うん、はい、なるほど。じゃあ今回はちょっとそんな振り返りで、はい、はい、で、来週は
メインプレゼンテーションが、弁護士の田中さんという、田中先生ですね、はい、対応カテゴリーが税理士とか司法書士、まあ資料の方って言ってないんで、はい、確かにギブライズは今資料の方がね、そうですね、はい、まだカテゴリーがちょっと空いております、はい、ということで、ぜひお呼びしたいと思います。出たら、はい、いいんじゃないかなと思って、はいはい、で、なんかメモったのかな、すごいです、メモったんだけど、はい、ビジターが倉重さんでしょう、そうです、で高原さんがっていう、だから多分フルネーム出しちゃうと問題があるから ね, ね。でもビジター、あ、もうこれ撮影されてるわけ、はい、あ、してるね、はい、段取りのところ、はい、そう、